まあ統一教会のね、今回の流れもね、メディアっていうね、悪の権化みたいなね、ところがですね、もう一生懸命この統一教会をかばうというですね、本当にクソですよね。実際に統一教会でね、破産した人間なんかいくらでもいるのにね、今回の犯人のやったね、犯人の言っている、母親が統一教会にガンガンね、寄付して、で、うちが破産したっていう、この発言が正しいかどうかわからない。何言っとんちゃう話なんですよね。メディアもグルになってね、統一教会っていうのをのさばらせているということなんですね。で、その統一教会っていうのは、朝鮮系ですね。文鮮明の朝鮮系なんですよね。その時点で私の場合にはもう気持ち悪いったらあれしないんですけどね。向こうにある宗教っていうのは、日本で言えば新興宗教しかないんですね。もう新興宗教だらけになっているということなんですよ。いや、まあとにかくね、朝鮮から入ってくるものに、特に近代以降ですね、近代以降朝鮮から来るものっていうのはろくなのがないんですよね。まあそれぐらいはね、皆さんも知っておいた方がいいと私は思うんですよね。少なくともね、内閣総理大臣を務めるような人間が統一教会なんていうふざけたね、あんたそれこそ破産者続出のですよ、この統一教会なんていうものと付き合っちゃいかんでしょというですね、反社勢力じゃないですか、これ。反社勢力でしょっていうですね、付き合っていい相手と付き合っちゃいけない相手っていうのが出てくるんですよね。まあ結局それが原因で撃たれたわけですけれどもね。安倍晋三もね、自分がね、撃たれたことで、初めてね、統一教会というね、韓国から来たですね、このふざけたですね、宗教と絡んだことが、自分の死につながった。もう韓国とは手を切らなきゃいけなかったんだと、死の瞬間にようやく気がついたみたいですけれどもね、本当にバカだなと思いますよね。